創始官が天をつかむ様、舌と心に刻む。炎症を打ち、家屋を制す。野獣力を使う。父の戯れは戦にどう響くか見ものだ。敵の足場はぶっ潰しておかねえとな。名族にふさわしい圧倒的な勝利を飾るのだ。幽霊ながら加勢する。我らが盾となろう。報告、炎将軍が大攻勢をかけてきました。このままではこちらは総崩れです。お主の力見せてもらう。知るな。炎将軍の進軍を止めてみせよう。いいだろう。雑魚の群れだ。すぐに蹴散らしてやる。終わりにしてやろう。無策で済まされる意味がない。兵糧の調達も一仕事だろう。どこかに蓄えがあるとは見るべきか。呂布が前線を抑えている間に探し出そうか。真似はさせん。あやつを狙え。即刻撃ち果たすのだ。暗い天意様がすりつぶしてやら。
相手になってやる。報告、この近くに敵の兵糧は見当たりません。野獣を放ったとはいえ戦局は厳しい。早く敵の弱点を暴き出さねば。なんという声よ。敵将、私が討ち取った。私を追いかけさせたいと。仕方ありません、あの方を追いましょう。敵は雑魚ばかりではないか。そうそうね、いつまでくだらんことをさせる気だ。その勢い、誰にも止められますまい。いざ、この超俊雷と華麗なる勝負を見せろ。
させんぞ。いつもながらお見事な武勇。さて五段もありますが、炎本心。武に立てつくとはこの痴れ者め。無策で済ませる義務じゃない。お前さえいい
炎章は撃った。これで家屋一帯はわしのものよ。